それでは天下一武道会決勝戦始めてください。一郎君、今度のピッコロ様の実力は3年前とは比べ物にならんぞ。そりゃオラだってだ。ついに始まりました、第23回天下一武道会決勝。果たしてどちらが天下一の座に立つのか。世界中が固唾を飲んで見守っている。なんと真面目選手、孫選手を手玉に取るかのような攻撃です。貴様さえ消せばあっという間にこの世は俺様のものになる。それはオラを倒せたらの話だろ。おめえの思い通りにはさせねえぞ。スリーヒット、孫選手、マグニア選手を吹っ飛ばしました。なんと孫選手、気合を入れました。闘志は十分です。やはり貴様はおりゃ、どうだ、よしお手に、そろそろ様子見ろ。やめにしようぜ。よかろう、これから恐怖の世界を見せていってやる。マジで選手、ものすごい対決です。孫選手、かわせない。それにしてもものすごい試合です。世界でトップ2の2人が激闘を繰り広げております。マジで選手の手のひらから衝撃波が放たれました。孫選手は大丈夫でしょうか。孫選手、一瞬のうちに背後に回り込んだ。うろちょろと、この俺様に勝てる者などおるはずない。いい加減に消えてなくなれ。マジュニア選手、ガード、攻撃を警戒しています。飛んでけ。なんとマジュニア選手、孫選手を手玉に取るかのような攻撃です。あっと、これは痛い。マジュニア選手の攻撃が孫選手を襲います。さすがにこの程度じゃ終わんねえか。次は何してくるつもりだ。会場もろとも吹き飛ばしてくれる。消えてなくなれ。さ、これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかしマジュニア選手、信じられないことにこらえきりました。あれはて、どこかで。に、似てるぞ。ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王?そういえば。ほんとだ、似てる。そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。
世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下が蘇るのだ。これは大変なことになりました。マジュニア選手は実はピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも叩けやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは、次の技を見てから言うんだったな。ほー。え？けけ！はははいよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけえ！死ねえ！これで貴様に勝ち目はなくなった。アリのようにあっさりと潰してやる。でかくなっただけじゃねえか。果たしてでかくなっただけかどうか、その間味わうがいい。でかくなっても素早さは変わってねえ。その通り。これがどういう意味かわかるか。状況は貴様に圧倒的不利になったということだ。不利かどうかは最後までやってみねえとわかんねえぞ。負け惜しみを言いよって。よっはっよっ。巨大なマジュニア選手、手を振るだけでものすごい攻撃を放ちました。孫選手、押されているぞ。バラバラ、カメハメ、取れました。亀仙流王子、カメハメハです。恐怖者。さすがのお前でも手も足も出るようだな。攻撃の範囲が敵、なんとかしねえと。はっやーよっはっ、バラバラになれ。よっよっ。おっと、マジュニア選手の巨体が飛びました。いちちちち、こっちの動きを見切ってやがるのか。だったら慌てちゃダメだ。一度冷静になれと。よっはっよっ！はっ！カメハメ！サム選手の大技が炸裂しました！やっ！はっ！やっ！はっ！マジュリア選手、ソン選手めがけて大きな口から光線を放ちました！よっ！巨大なマジュニア選手、手を振るだけでものすごい攻撃を放ちました。孫選手、押されているぞ。でかけりゃその分場外に落ちやすいかと思ったけど、そんなこともねえか。この後に及んでバカなことを。貴様が考えるべきは自分が死なない方法だけだ。もっともそんな方法はありはしないがな。マジュニア選手、孫選手に向けて大きな口からレーザーを放ちました。恐ろしい飛び道具です。孫選手、なんと足でカメハメハを出しました。よっはっ、すごい。孫選手、巨大なマジュニア選手相手に物おじせず挑んでいきます。よっ、巨大なマジュニア選手、手を振るだけでものすごい攻撃を放ちました。
孫選手、おさえ。孫選手、気合を入れました。投手は十分です。ピッコロを倒すことも大切だけど、その前に神様をどうにかしなきゃなんない。さて、どうしたもんかな。天下一武道会会場周辺の観客はほとんどいなくなってしまっております。おそらく観客や住民はこのパパイヤ島から急いで脱出しているものと思われます。思わず耳を塞ぎたくなるようなマジュニア選手の一喝です。こいつ、目覚めの動き、ダウンです。孫選手ダウンしました。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、マジュリア選手がジャンプ、すさまじい地響きを立てています。すごい。孫選手、巨大なマジュリア選手相手に物おじせず挑んでいきます。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手の怒涛の攻撃、巨大なマジュニア選手を果敢に攻めます。孫選手、ものすごい連続攻撃で攻めていきます。おお、ようやくその体のデカさに慣れてきたぞ。おのれ、すばしこいやつめ。へへ、それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。うわ、まさかそれで目いっぺいじゃ。見るがいい。さらにものすごい大きさ、まるで山です。さあどうする。へん、引っかかったな。なんか、うわぁ、なんかまでけど、うわぁ、かぁ、かぁ、天津飯、こいつを。これは、よし。一体、そうか。私はマフーバを跳ね返されて、神様ですな。悟空の奴が見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が？おのれ。なんだ、元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き飛ばしてくれる。ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。なんてものすごい気だ。こんな超パワーな気は初めてだ。いかん。こりゃ、とんでもないぞ。逃げろ、逃げろ。みんな、今すぐこっから離れるんだ。悟空さんはどうする気だ。ほら、これで見せる。バカを言え。いつまで五条を張るつもりか。一緒に逃げろ、逃げるんだ。くそ、ダメだ。もうみんなが脱出する時間がねえ。聞こう。おい、みんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。悟空、無理するんじゃないぞ。
け。無理だ、孫。てめえ、もたもたすんじゃねえよ。神だかなんだか知らねえが、とっとと入りやがれ。死ねえ。終わった。悟空！何？どうだ？なんとかこらえちゃったもんね。バカな、そんな。もう、おめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての気を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。行くぞ。あれを耐え切るとは、化け物か。行くぞ。さっきのフルパワーの一撃で気を使い切って、オラも耐えられっかどうか一か八かの賭けだったけんど、こうなっちまえばオラの勝ちだ。こんなこと地獄を見せてやる。魔の世界を俺様は受けんじゃ。終わらせて。無視。寝ちゃうもんね。もう少しだ。もう少しで。貴様ごときに。優勝はオラのもんだ。おめえには絶対に渡さねえ。勝つは俺様だ。なんてやつだ。まだこんなに力残ってるなんてよ。終わらせる。飛ばそう。おいしい。貴様などにさすがにしぶてえな。おのれ、このまま終わると思うなよ。無駄だ。今のおめえじゃオラを止めらんねえ。行くぞ。
するつもりだ。おーい、ダーン。うわー、うわー、うわー、ダーン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 、うわー、うわこれは、ひょっとして死んでいるのでは？死んじゃいねえさ。こいつはそんなヤワじゃねえよ。ではカウントを。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン。はぁ！生きていやがるか。だが残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。うわ、これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい、父は敗れた。これで貴様は全く身動きができん。最後の一撃を食らうがいい。殺される、悟空が死んじゃうぞ。おい、天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。ん？そんなことすんな。そんなんじゃ無理だ。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の仇はピッコロ大魔王が撃つ。死ぬ。悟空、ハハ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 ハ
これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ！孫悟空は死んだ！恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ！そんな、畜生、よくも悟空を！最悪の事態になってしもた。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと？くそ。ん？ん？ん？なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれ、ひょっとして。悟空だ！なんと武空術だ！おめえの負けだ！審判のおっちゃん、あいつ場外に落ちただろう。シエさん、おら勝ったよな。そういえば確かに、ここは場外。孫選手の勝ちです。孫悟空選手、天下一武道会優勝！やったー！悟空さん！やったな！お前やっぱりすげーよ！最後の一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがって、この野郎。オラ優勝したぞ。大丈夫け、悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だや。オリが先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじろべ、なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れて、ってそんなことはどうでもええでしょう。ほら、け。ありがてえ。武道会で優勝したぞ！なんと！やべ！待て！なんだ、ソン？そりゃこっちのセリフだよ、神様！一体何をする気だったんだ？こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せば、あんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで、私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか？何？ドラゴンボールとシェンロンは、もともと神様が作ったんだろ？だから神様が死んじゃったら、ドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか？それは本当ですかな？この私なんぞ、もうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え、世を混乱に陥れたのだ。
そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。ジョゴ、世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけんどな。いや、わしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。お、やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、先ずもう一粒くんねえか。え、おめえは一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。なんだ、お前、何するんだ。バカ野郎、何考えてんだよ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただくぞ。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれ、ピッコロ。ほら、その強さをもう一歩超えてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに、今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さーん。よかった、生きててよかっただよ。何すんだよ、父。そうか、忘れておったわい。悟空のやつ、新婚さんだったんじゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。え、オラが神に。冗談じゃねえ。やだよ、あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビーキンタウンやーい。ソン、みんなバイバイ、またおな。そこりー、ゴーカー。追いかけなくてもよろしいのですか。いや、無理強いはできぬ。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか。あんなとこへ行ってもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天下一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがオラの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし、行くぞ。父、振り落とされんなよ。